はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に盃やっていきましょうということで、本日最強のランパードについてやっていきたいというふうに思います。BBQ ですね、盃オーナーズ BBQ まだ募集しておりますので、ぜひ8月21日空いてる方は DM いただければなというふうに思っております。それでは行きましょう。はい、ということでこちらフランク・ランパードでございますが、まず使用感からお話しするとめちゃくちゃ強いですね、ランパードで。このコンボ効果、最初ロナウジーニョで出てきた時にはですね、その効果がいまいち分かりづらかったんですけども、今回もまあ分かりやすくはないですが、まあ、1人、この枠にコンボの枠に入れられる数が増えているということもあってですね、まあ、結構、この効果出てるんじゃないかなというふうに思います。はい、で、特に僕はこのランパードの使い方としてはロベルト・カルロスにしっかりとかけるということをやってます。はい、で、まあ、このランパードのコンボ効果がクライフ、ロナウド、ロベカルっていうところにかかってるんですけども、これはですね、やっぱりロベカルの圧倒的なこのドリブル突破力っていうところ、ここをですねランパードの力を借りてより一層強化していく。それから、まあ、なるべくロベカルサイドで、まあ、サルガドも全然、攻撃参加できるんですけども、やはり強力なのはロベカル、ロナウドのこちらのサイドが、強力なので、まあ、ランパードのコンボ効果をうまく活用することで、プレイエリアもこちらに肘をかけていくということをやっています。なので、まあ、ロナウジーニョの時よりも明らかにこのコンボ効果は意味があるかなというふうにすごく感じています。はい、で、このランパード自体やはり、旧ランパードと比べるとしっかりとですね、何をしてくれるかというところが、はっきりしている分ですね、しっかり点も取れますし、展開も作れますし、ドリブル突破もできますしというところで、まあ、非常に重宝しています。旧ランパードよりはるかにこっちの方が使いやすいですし、僕は、好みかなというふうに思いますね。はい、で、スキルなんですけども、まあ、こんな感じでドリブルと、ショートレンジのミドルレンジの、普通のシュートをつけました。でここすごく悩みどころで、まあ、パッと見ですよ、パッと見このフランク・ランパードっていうのは、やっぱりトラップ、ここ B でトラップも高いんですよね。ですし中盤っていうところもありますし、ビートダウンもあるというところで、パッと見やっぱりここバンガードトラップとか、まあ、アグレッシブトラップ、プリズマティックトラップ、マーベラストラップ、やっぱこの辺の最強トラップをつけるっていうのが、まあ、セオリーだと思います。でセオリーだと思うので、ランパード、まあ、ここはトラップが一番優先度は高いのかなというふうに感じる部分がありながら検証していったんですけど、やはりですねこのランパード得点力がすごくあります。シュートがすごくすごく高いですよね。でシュートがすごく高いというところもあって、やっぱ得点力すごくあるんですよ。でブローニーロングシュートがいまいち発動が軽くないっていうのは、ブローニー自体は、移植させると、まあ、普通のロングシュートと同じぐらい発動するんですけど、このランパードがアタッカー系統プラス中盤の位置でロベカルにコンボかけようとしてちょっと低めの位置になってるというところもあって、まあ、これちょっと高めで使ったりもしたんですけど、まあ、総合してやっぱりロベカルにコンボ効果つけたいなと。でランパードのこのブローニーロングシュートを生かしていこうと思うとですね、まあ、ロベカルのコンボ効果は捨ててもう少しランパードを前線に、ポジエリを持っていく必要があるんですけど、まあでも総合して僕は、ロベカルにコンボっていうのを選んだんですね。ってなってくるとこのブローニーロングシュートっていうのがなかなか発動が軽くないんですよ。これはブローニーロングシュートのスキルの問題ではなくて、ランパードの AI、 アタッカーという AI で、さらにはポジショニング、あとは、カペール監督のこの組み合わせだと思うんですけど、思ったよりもここが発動しない、なのでドリブル選択、それからパス選択が非常に多くなってくる。でさらには、シュートを打つタイミング、ランパード結構あるんですけど、それが結構セカンドボールだったり、あとは、まあ、サイドからのクロスだったりするんですよ。ってなった時には、ブローニーロングは発動しないんですね。こぼれ球の場合、まあ、遠めのこぼれ球ってこともあるんですけど、まあ、基本的には、ゴールエリア内、もしくはエリア付近
でのこぼれ球の反応になってくるので、ブローニーロングはなかなか発動しない。これはロングシュートですので、ということで、あとはまあセンタリングからもブローニーロングは発動しないということで、どうしてもこのランパードにはですね、こぼれ球に反応するミドルレンジのシュートが欲しい、プラスセンタリングが上がってきてからの空中戦でのシュートが欲しい、ここがやっぱり僕の中ではどうしてもこのランパードに必要だなと思ったところです。でこれは僕のランパードを置いてる位置、コンボ効果を使ってる位置っていうこともあると思いますし、ただやっぱりアタッカーのこのランパードのカペールで使った時のロングシュートの割合がどうしても多くない、っていうところで、まあもうここは1個目は僕はですね、ビムジーシュート、キャバリアシュート、あとは、複合系、キャバリア、ビムジー、あと何でしたっけ、トリックシュート、このあたりの複合系、空中戦でも発動してミドルレンジでも発動する複合系のシュートっていうのがこのランパードにはどうしても欲しいかなというふうに思いました。でウィムジーシュートをつけて、まあ正解かなと、この全部のスキルの中でブローニー、ビート、フェイク、ウィムジーの中で発動が一番ランパードでしっかりと確認しやすいのがやっぱウィムジーかなというふうに思いますね。はい、なのでウィムジーシュートをつけてます。もちろんトリックシュートでもキャバリアでもいいと思います。で、複合系がないよという場合は、まあ、そうですね、もちろんレジアスシュートがミドルシュートの中では一番バフがでかくて特大、超特大アップするので、シュートがなのでレジアスシュートがあるのであればレジアスシュートがいいと思いますし、でそれがないのであればまあどうでしょうね、特にそれ以降は、これっていうのはないですけど、まあエレガントシュートとかでもいいと思いますし、ランアップでもいいと思いますしっていうところですね。ただやっぱベストはウィムジー、トリックシュート、キャバリアシュートの複合系が僕はベストかなというふうに思います。はい、で、ってなってくるともう枠は1個しかないわけですよね。でこの枠を僕はもうトラップかドリブルかで迷いました。で一番最強だろうなと思ったのがやっぱりヴァンガードトラップと、エレガントパスのこの最強組み合わせですよね。ピルロの、最強の組み合わせの回でも説明しているこの最強の組み合わせ、実は僕は持ってます、スキル両方とも余ってます。なんでつけれるんですけど、要するにヴァンガードをつけるともうショートパスつける場所はないわけですよね。ウィムジーが絶対的に僕の中では一番必要だったので、なのでヴァンガードっていう選択をすると、まあ、A のビートダウンパスとの組み合わせ、そうなるとヴァンガードもったいないなと僕は思いました。なので、つけるならマーベラストラップ、プリズマティックトラップ、アグトラっていうところの選択だったんですけども、このランパード先ほど説明したようにですね、僕のこのポジエリでランパードを使ってるとブローニーロングの選択よりもドリブルとパスの選択が多いって話しましたよね。ってなってくると、まあアタッカーだからっていうところもあると思うんですけど、要はこのランパード動きとしてはドリブルスキル積んだ方が発動を一番、まあ、してくれるんですよね。っていうところで、フェイクドリブルを、まあ、最終的にチョイスしました。でこれで使ってると分かりますけど、やっぱりフェイクバンバン発動します。でスタミナバンバン回復します。でウィムジー、こぼれ球バンバン発動します。センタリング、それから、まあ、アーリークロス、この辺も発動しますっていうところで、まあこの全部のつけてるスキルの中で、まあその初期で持ってるブローニーロングという一番ランパードのメインとなるスキル以上にやっぱりウィムジー、フェイクめちゃくちゃ発動を確認できますので、まあ、なのでこのランパードの作り方としては僕はこういう形になりました。ただもちろん僕のチームはですね、ピルロがいて、圧倒的にピルロが削るわけですよね。ヴァンガードトラップで中削って、強制的にエクスキーパスでさらにディフェンダー中削る。でさらに言うと、サラーにもプリズマティックトラップ、クライフにもプリズマティックトラップ、あ、マーベラストラップかな。でクリロナにもマーベラストラップ、っていうところで考えるとですね、まあ前線3枚プラスピルロ、中盤ピルロがまあトラップ持ちなので、まあランパードにトラップを持たせるとオーバーキルするというところもあって、僕は安心してこの選択、ランパードがしっかりと仕事ができるフェイク、ウィムジーという形にして相手のスタミナを削るのはその周りに任せたという形になります。
なのでですね、まあ、例えばピルルを持ってないとか周りにマーベラストラップ、プリズマティックトラップがいないという場合であれば、十分ランパードにですねマーベラスとかつけて、長期的にですね使って相手を、デバフかけていくっていうのもありだと思います。はい、ということで僕が出したランパード最強の作り方の答えがウィムジーシュートとフェイクドリブル。もちろんこれフェイクじゃなくても、他のドリブルでも強いと思いますが、まあ、やっぱりフェイクが、個人的にはすごく、発動率が軽くて回復量も多いのでこれにしています。はい、っていうところですね。これがまあ一番僕の中ではしっくりきた答えかなというふうに思います。で次、まあ、別として先ほどお話したようにトラップに余裕があって周りにトラップがいないのであればマーベラストラップ、プリズマティックトラップ、アグレッシブトラップをランパードにつけて、もう一個のスキル何にするかっていうところは、ここはやっぱりウィムジーかなというふうに思いますね。はい、まあ、ウィムジー、キャバリア、トリックのどれかがいいかなというふうに思います。でドリブルつけたいんですけどね、なんで2つなで、まあ、リックパレードとかつけばいいかなっていうところ、もしくは2つなでブレイブシュート、ね、がつくのでミドルレンジの、まあ、それがついたら、マーベラストラップとフェイクドリブルとかマーベラストラップと、まあ、カットするドリブルとか、まあ、何かしらドリブルをつけていくっていうのでもいいのかなというふうに思います。まあ、このランパードできることがすごく多いので、まあ、2つなちょっと優先目にやってもいいのかなというふうには思っております。はい、で遺跡特訓ですね。遺跡特訓は、これあごめんなさい、これ勝者の嗅覚2つになってますけど、これなんでかっていうと、さっき言ったみたいにとにかくブローニーが重いんですよ。ブローニーとこの戦慄の破壊者、せっかくのランパードのめちゃくちゃ強いこの強スキルなんですけど、強スキルなんで本当に発動してほしいですし、発動するともう一撃必殺みたいな感じで結構点決まるんですけど、まあなんで、オタクの初期持ちなのにそんなに発動しないかというかね、選択がないんですよ。選択がやっぱりドリブルとパスが、やっぱ一番の選択になってしまうので、なんでなんとかならないかなということで遺跡特訓勝者2つ積んでみましたけど、変わらないですねやっぱり。まあ分かってましたけどね、一応積んでみましたということで、ここはあの勝者2つはこれはあのフェイクです。フェイクというか直します。これちょっと検証のためにやってただけなので、はい。なんで、答えをお話しすると勝者の嗅覚1つとアンタッチャブル1つですね。僕のこのスキル構成にした場合は勝者の嗅覚とアンタッチャブル、これでいこうと思ってます。はい、ただ、さっき言ったみたいにもう一つのトラップをつけた場合ですね、トラップをつけた場合だと当然マグネットタッチは必要になってくるので、マグネットタッチと勝者の嗅覚、まあこういう形になってくるかなというふうに思います。はい、でアクセサリーですね。アクセサリーも一択ですね。もうこの、青いやつ、空ザメのアクセサリーで決まりかなというふうに思います。まあ、やはりこのゴールスレイヤーっていうところが非常に優秀なので、はい、シュートと、パスチューアップ、このランパードが最も高いステータスのシュートとパスというところがチューアップするので、かけるバフをかける、元となるものがすごく高いので、恩恵がすごく大きくなってきますので、ランパードの、アクセサリーはもう間違いなくこのゴールスレイヤーが発動する空ザメでいいかなというふうに思います。はい、という感じでこんな感じですね。最強のランパード、個人的にはものすごく、重宝してます。作ってよかったなというふうに思ってますので、ぜひですね、参考にしていただければなというふうに思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。